あなたも小説家になれる。精神科医カバサーションのカバチャンネル、まあ、私ビジネス書や、精神科医としての本18冊ぐらい出しております。でそういうこともあって皆さんから、まあ、本出したいですとかそういう相談を受けることも多いんですけども、まあ、ビジネス作家に限りません、あ、小説家っていうことで言うと、以前情熱大陸に夢枕漠さんが出てた、あ、作家さんですね、夢枕漠さんが出てた時に非常に興味深いことをおっしゃっていました。それはこういうことを言ってました。誰でも小説家になれる、10年書き続ければっていうことを言ってたんですね。一体どういうことなのかというと、小説を書くというのはすごい才能が必要だと多分ほとんどの人は思うでしょうけども、夢枕漠さんに言わせると才能っていうものは必要じゃなくて単なる技術であると。だからある程度の修練練習を積めばある程度のものは誰でも書けるようになりますよということなんですね。ただその練習量っていうのが10年なんですって。まあ、10年っていうのは何本、小説何本か分かりませんけど、長編小説なら年に1本でも10本とか、まあ多分そのぐらいの量をコンスタントに書き続けることによってですね、ある程度の力量の文章力というものがまあ養われるということをおっしゃっていまして、まあ僕は小説は書いてはいませんけども、まさにそうなんじゃないかなというふうに思っています。実は私は、今でこそ18冊本書いてますけども、作家になる前本を初めて出したのは多分35歳ぐらいの時だと思いますけども、それ以前もですね本を書きたいと思っていました。しかし今のようにインターネットというものがなかった、発表する手段がない、じゃあどうしたのかというと、発表する手段がないけど書き続けていました。ですから私は実は本にして10冊分ぐらいは、誰にも見せたことのない原稿というのを持っています。まあ、これからそれ皆さんにちょびちょび出していけたらいいなと思ってはいるんですけども、誰にも見せなくても大学からずっとね、十何年もですね文章を書き続けていたことがあるんですね。ですから皆さん方もやっぱりビジネス書作家あるいは小説家になりたいのであれば、たくさんの文章を書く、本をたくさん読んでたくさんの文章を書く、これを続けていけばですね、私は作家っていうのはそんなに難しい壁ではないのではないかなというふうに思います。難しいのはそれだけを書き続けることですね。皆さんも今日の話、もし本当にねプロの作家になりたい人いましたら、書き続けること心に置きながら今日からね文章をしっかりと書き続けてほしいなと思います。精神医学心理学を分かりやすくお伝えする精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、次回見逃さないためにも赤いボタンチャンネル登録のクリックをお願いします。